続いては特集です。今年3月にオープンした県立歴史博物館のデジタル埴輪展示室、オープンから2ヶ月で来館者は7500人を超えました。人気の秘密を取材しました。高崎市にある県立歴史博物館に来ています。こちら何もない空間に埴輪が浮かび上がってきました。県立歴史博物館に新設されたデジタル埴輪展示室、高精細な 3D データを活用した埴輪が出迎えます。今年3月に展示室がオープンすると、この2ヶ月で来館者は7500人を超えました。去年の同じ時期と比べて2割以上増加しています。デジタル埴輪展示室の見どころを学芸員の深澤篤人さんに伺いました。さて深澤さん、はい、こちらはどんな展示なんでしょうか。はい、こちらはですね、埴輪スコープというデジタルコンテンツです。こちらは埴輪スコープ、非接触型のディスプレイに表示された埴輪6体の中から好きなものを選んで手をかざすと、お、出てきました、はい、デジタルデータ化された馬型埴輪が登場します。はい、さあ、これを一体どうやって操作するかということなんですが、センサルに手を置くと手が出てきます。そしてグッと握ると、馬型埴輪を自分が動かしたい方向に動かすことができる。デジタル技術によって普段は触れることができない埴輪を自分で動かして、上から見たり下から見たり、さまざまな角度から楽しむことができます。続いてゴールデンウィーク前に新たに設置されたのが、さて深澤さん、はい、こちらフォトスポットのようですが、はい、何もないですね。そうなんですよね、パッと見ると何もないんですが、この何もないところがデジタル技術を駆使してフォトスポットに早変わりです。こちらは AR 埴輪フォトスポット、スマートフォンやタブレットに専用のアプリをダウンロードし、マーカーを読み込むと、あら不思議、何か出てきました。おー、はい、三人道場が現れました。これで記念撮影ができるということですね。はい、さらにですね、この位置を変えてみると、このように、おー、はい、あたかも横から見てるかのように埴輪が見られると。はい、これも 3D データを駆使したフォトスポットだからの楽しみ方ということになります。はい、AR 埴輪フォトスポットでも 3D データが活用され、さまざまな角度から埴輪を楽しむことができます。現在撮影できるのは県内で発掘された埴輪13体、お気に入りの埴輪とのツーショットをカメラに収めてみませんか。さらにアプリを使うと展示の解説を音声で聞くことができます。マスター seated in chair and servant kneeling。 英語、中国語、ポルトガル語など5つの言語に対応しています。質の良い埴輪が多く発掘され、日本一の埴輪県とも呼ばれる群馬県、ここ県立歴史博物館をはじめ県内には20を超える埴輪の展示施設があります。当館が、コンテンツ化した埴輪については、県内各地に、展示してありますので、ここに来たことをきっかけとして県内各地の、資料館等に足を運んでいただきたい、そしてもっともっと埴輪を好きになってもらいたいと切に願っております。最新の技術を導入したデジタル埴輪展示室、
埴輪の魅力をさらに深掘りしてみてはいかがでしょうか。いや、埴輪のこう面白さであったり、はい、こう魅力を知るためにいろんな工夫がされてますね。こう後ろを見たい、あの埴輪の後ろを見たいと思っても、はい、やはり貴重なものですから、うん、手触れられないといったところを埴輪スコープ、はい、解決さあのしてくれる、うん、いいものだなというふうに思いました、はい、私も夢中になってしまいました、はいはい。まあ、そもそも群馬県が日本一の埴輪県あるいは埴輪王国群馬と呼ばれているのはどんな理由からなんでしょうか。はい、主に理由が2つあります。まあ、1つは埴輪を並べた古墳が多いからです。あのそもそも県内からはおよそ1万3000基の古墳が確認されているんですが、このうち埴輪を並べた古墳は2000基以上あります。特にあの5世紀後半から6世紀の群馬では大きな古墳だけではなく比較的小さな古墳にも数多くの埴輪を並べているのが確認されているんですね。そして2つ目は出来栄えの良い埴輪が多いからです。まあ、出来栄えが良いと言いますのもあの国宝の埴輪日本で2件しかないんですが、その2件が両方とも群馬の埴輪なんですね。2件ともなんですね。そうなんです。さらに国宝と重要文化財の埴輪のうちおよそ4割が群馬県出土の埴輪なんです。というように量質ともに日本一と言えることから埴輪王国群馬と呼ばれているわけなんですね。なるほど。県内各地の施設でこの埴輪を見ることができるんですよね。はい、あの学芸員の深澤さんに調べていただいたところによりますと、まあ、こちらの地図です。県内で県立歴史博物館をはじめ少なくとも21の施設で埴輪が展示されています。まあ、地図には主な施設の名称を挙げてみましたが、この他にも例えば太田市にある県立がんセンターのロビーであったり沼田高校の郷土資料室であったり意外なところにも埴輪が展示されています。埴輪を探してこう県内の施設巡ってみるのも楽しいかもしれませんよね。こんなところにあったっていうのも探すの面白いですよね。うん、そうですよね。さあこのデジタル埴輪展示室ですが、常設展示の観覧料のみで見ることができます。一般300円、大学生高校生は150円、中学生以下は無料です。新型コロナウイルスの影響で入場制限がありますので事前の予約がおすすめです。お出かけください。特集でお伝えしました。